濡らしますね。濡らして、まあ、乾いた手で触ると一番良くないですから、濡らします。それから、まあ、体温を下げてですね、より魚の体温に近いようにしてですね、軽くこう支える。結構みんな奥に入ってます。このままフックをですね、こう持ったままこういう状態で外してもいいですし、まあ、こう外してから、手を添えてですね、上流向けてあげればこれ勝手に泳いでいきます。手のひらに乗せてるような状態ですね。泳ぎ出します。はい。